寂しさを分かりまして、はい、どうぞ。そして小林さん、ゲストの小林さんでございます。小林さん、フルネームは小林康弘。康弘さん、芸名はひらがなで康弘です。あ、小林康弘さん、ね、伊野さんがこうね、ゲストでこうご紹介で連れてきていただきましたけど、無事終わりました。ありがとうございました。あの、前半の伊野さんの番組が、今回でラストということで、最終回のゲストでね、一般のゲストで2時間引っ張ったのは初めてです。あ、本当ですか。役に立ったかね。わかんないけど、小林さん、すごい小出しがうまかったですね。散らすんですよね、こう。ないのよ、もうね。こちらから開けさせてくんないのね。そこがまた散らす作戦で、すごいこう、もっと興味をそそられるというか。すごいでしょ、いっぱいから持ってるんですよ。本当ですね。もう、ま、もう2時間でも足りないぐらいかもしれない。本当にでも素晴らしい。あの、本当にありがとうございます。ありがとうございます。感想とかもし言っていただけると楽しかったですよ。あ、本当にまた出たいかな。あ、ぜひね。あ、でもまたね、番組あるかもしれないから、ね、よろしくお願いします。はい、そして、あの、来年ね、あの、ご自身のこうイベントも1月11日ですからね。豊島区民センターでお芝居がありますから。素晴らしい。さあ、こうご期待。まだこうフライヤーとかがね、アップされてないんですけど、お芝居で舞台立たれますので、皆様、小林康弘さん、よろしくお願いいたしました。そして伊野さん、もしよければ伊野さんもコメントいいですか。今までありがとうございました。目玉 TV にこうして紹介していただけるのもこれが最後だと思います。いやいや、でも伊野さんとはこう会うね、あの、ここではあれかもしれないですけど、他のところでこのパンダバッグは、ね、これが入るそうです ね, ね、寂しくなりますけど、ね、でもそんな中 ね、あの、一緒にこう、うん、僕もパーソナリティとして、一緒にできたのは本当嬉しかったです。皆さんプロですから、僕はそういうあの素人ですからね。そんな中やらせていただいてありがとうございました。素人の域を超えてます、ね、もうすごいですね、パーソナリティですから。もうそしてもう歌もね、そうだし、役者もそうですから、あの、ちょうど役者仲間でもあり、役者仲間でもあり、船乗り仲間でも、あるということなんで、共通点もしかも B?みんな B 型なんか最近伊豆野さんの番組多いんだよな。B 型率がみんなちょっと集まってきてますね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、目玉 B